チャレンジゴール前のチャレンジのところが増えたのは良かったなって思っていて、まあ、実際に得点もできて良かったんですけど、ただもう少しそのチャンスがあった時にしっかり決めきらないといけないシーンも多かったんで、まあ、今後につなげていきたいと思います。そうですね、まあ、守備だけではなくて、まあ、攻撃も含めて1対1のところでは、まあ、絶対に負けないようにっていう気持ちで試合に臨んでいていたので、まあ、ある程度できて良かったのかなって思ってます。いやまだまだですね、決めないといけないシーン多いですし、やっぱりそのなんでしょう、結構その自分の蹴り方みたいなものがまだできなかったりとかするので、まあ、しっかりその、まあ、スコップシートとかフリーキックだけじゃなくて、まあ、いろんな得点の形をもっと増やしていけたらなっていうふうには思っています。まあ、今シーズンもコロナがその残っての影響が残っていて、まあ、難しい中での試合にはなるんですけれども、やっぱりそのサポーターさんの応援だったりだとか、あとはそのスポンサーさんのその支援というものは非常に感じていてありがたく思っているので、まあ、関東大会あとはその次の全国大会でしっかり結果を残して、で、まあ、いい結果をその皆さんに届けられたらなというふうに思ってます。